9900系電車は旧鉄道庁にかつて存在した電車。1980年から無群派号として運行を開始、1999年にトンイル号に格下げされたが短期間運行しただけで2001年に廃車となった。韓国鉄道庁の職員が中央線、台白線、霊東線の電化完成の際に、 日本の国鉄を訪問して485系特急電車のような列車を走らせたいといったことが計画の始まりであった。そのため日本の日立製作所が全面的に協力している。電気機器は日立で製造されたもので、車体を製造した大宇宙工業で組み立てられた。重量編成2本、20両が製造された。電気方式は交流 25KV。 60Hz。重量固定編成で、指定席の一般車のほか、7号車に特室、6号車に食堂車も連結されていた。清涼里方面が1号車、東海方面が10号車車体外観は、当時のセマうル号型客車と同じで、先頭形状などは、日本の国鉄特急電車にも似ている。開業当初は、クリーム色の車体に赤い帯が巻かれていたが、間もなく、 初期塗色と称された水色の地に、朱色の帯を巻いた塗装に変更され、その後、白い車体に、黄色と大色の帯となり、トンイル号格下げの際に、白地に、黄色と緑の帯のトンイル号カラーとなった。特質は、当時のセマウル号と同じ限り、リクライニングシートであるが、一般車は、無群ァ号型客車と同じで、後に、これらの客車は後に、セマウル号無群ァ号。 無群ファ号とニール号に格下げされたため、9900系の車内は、他の無群ファ号に比べて見劣りするところとなった。食堂車は、KTX 開業以前は、多くの列車に連結されていたが、無群ファ号は軽食を出す、ビューフェタイプが多い中、この列車は、本格的な食堂車を連結していた。設備の陳腐化のため、アコモデーション改造により、 グレードアップを図る計画もあったが、車体の老朽化が激しいため、1999年6月のダイヤ改正によって、トンイル号へ格下げとなった。格下げの際、全車自由席となって、特室も一般室として開放された。食堂は閉鎖され、食堂車のまま座席車として運転されたが、2001年2月28日の運行を最後に廃止。 車両は直接廃車となった。廃車後は、先頭車の9904号が2001年8月から、鉄道博物館に保存展示されている。当初は、廃車時の塗装で展示されたが、後に登場時の塗装に復元された。中央線、大白線、霊東線を経て、ソウル特別市の清涼里駅と、日本海岸の東海駅を一往復し、 約5時間40分で結んだ。なお、9900系の最高速度は時速1 1 0トルだが、韓国の鉄道についてまとめた、韓国の鉄道によると、中央線の線形の関係で時速1 0 0トルを超えることはなかったという。トンイル合格下げ後は中央線で清涼里と堤川、厳州の間をついた地を往復ずつしていた。ありがとうございます。